美容の力を借りてルーティンをね、皆さんに何でもいいんですよね。化粧の時やったらこのリップつけたらすごく魔法の道具やから、これ入れたらなんかスイッチが入るとかね、そういうのを自分の中で作っていくっていうのは大事ですよね、うん、で僕は寝る時にも必ず目を閉じて、自分の池端秀幸はっていう風にで自分でこうするああするこうなるっていうのを全部自分の中で唱えていきます、はい、で唱えて寝ます。そうするとなんか朝そっちに近づいていくような気になるんですね。だからその時も必ずにっこり口角を上げて、目を閉じて口角を上げながらいつも喋ります。これだいたい30秒ぐらいやってるのかな。でいつもありがとう、ご先祖さんありがとうみたいな感じで、お父さんお母さんありがとうみたいな感じでずっと唱えて、ありがとうありがとう言いながら寝てるとスーッと寝れるんですね。もうほんまに1分もせんうちに寝てます。でこの繰り返しをやってからいいことばっかりやっぱ起こってるっていうのがやっぱり自分の中であって、昔飲食店やってる時はそういうことを全く考えてなかったんですね。でだんだんこう徐々にこう自分の中でいろんないいことを、話を聞いたことを取り入れて、自分にいいルーティンをできるだけ作るようにしてます。キーというものがあるということね。だからその自分のその気っていうキーもそうだし、やる気っていうキーもそうだし ね頑張れっていうキーも相手に伝わるってこと、ということは自分の肌をきれいになれっていうこのキーというのは、化粧品に疑いを持った瞬間に結局化粧品の効果が薄れるということになります。だから常にいいものを使っておろうが、今目の前で使っているものは何にしろ感謝してまず使うということがすごく大事なんですね。でそうすると魔法の道具っていうふうに感じるようになると思います。あなたにとって魔法の化粧品とは何ですかってチャット GPT に言うたら、私は AI で人間のような感情や経験を持っていません、したがって魔法の化粧品との出会いや化粧品に対する直接的な感想や感覚を持つことはできませんって、賢いよね、ほんまにここに書いてるよね。しかし私はあなたの質問がある化粧品を使用した時にその効果に感動し、またその化粧品が人生を変えたという経験を指していると理解しています。人々が魔法の化粧品と表現するのは、その製品が自分にとって特別に効果があった時、またはその製品によって自己肯定感、自己信頼が向上した時などに使われます。これは美しい肌を得たり、自分の見た目に自信を持ったり、肌の問題を解決できたりする経験から来るものです。なんか すごい、嘘ついてないよね。で本当になかなかいい回答が来る。でそういう回答を見ながらですね、まあ、僕もなるほどなって、もう時代は進んでチャット GPT やるなと思いながら、でここに別に戦うわけでもなく自分の感覚を信じてやってるわけです。やっぱりこうやっていけば何かがね、自分の中でね、化学反応起こりますよね。テンション上がる時も下がる時もあると思いますけど、もう嫌って思う時もそれはあると思いますけどね、まあ、それをこういろいろと経験をこう積むことによって体現っていうのを AI にない感覚ってできるわけですよね、人間ね。 AI はその情報を見てるだけなんで、人間のこの体験とか体感というものはすごくこの AI にはないものなんで大事なもんやと思いますんでね、ぜひぜひそういういいことも悪いことも悩みも失敗もいろんな体験をすることは非常に大事なことです。